いらっしゃいませー。ときめめちゃん、今日はお寿司屋さんだね。うん、たくさんお寿司売ろうね。うん、よし、それじゃあまずはお寿司屋さんの開店準備だ。うん、わかった。どうすんの？まずは、うん、新幹線にお皿を乗っけよう。わかった。これを、あー、違うよ、ハロー。これはお皿を1枚ずつ乗せるの。あ、そっか、1枚ずつか。うん、やかして、そう、お皿を割れないように気をつけてね。危ないよ。緊張してきちゃった。危ないよ。あー、動いた。これ動くからね、気をつけて乗せてね。あれ、だってコップなんだ。えー、やだー。あれ、1枚よいしょー。できたー。そしたら、これが今日のネタです。ネタ？お寿司の上に乗ってるものがネタって言うんだよ。なんだ、なんかオウ君が言うか、あー、ゆりかさん、思いついたわね。違うんだ。違うよ、それはおくんのギャグだよ。ギャグのネタか。うん、じゃあハード、お寿司を握る練習をしてみよう。いいの？まずはシャリを手に取って、うん、これ？うん、お米だ。そう、そしたら、あ、ハード、これは潰したらの人だよ。ハード、違う、ちょっと潰しすぎちゃった。優しく握ってあげて。こうやってやってんね。うん、そしたらこの上に乗せるネタを選ぼう。サーモンとマグロ、エビ、ハードサーモンが好きだからサーモンにする。うん、サーモン乗っけて、うん、バシバシバシ、できたー。すごい上手ー。あー、そしたら、うん、お皿の上に乗せてあげよう。あった。あー、違うよ。サーモン、これ縦置きじゃなくて横置き。あ、そうなんだ。そんな、よく見えるかなって思っちゃった。正しい置き方はそっちだよ。こうか。うん、よし、完璧だね。うん、客さん来ないね。あー、来ないね、暇だなね。うっそ、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 よっ、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 やってるかい。あー、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ごっそんなす。あー、お父さんだ。もうお腹がペコペコでやんす。あー、どうしよう、はんな。じゃあまずはお客さんに欲しいお寿司を聞いて握ろう。あー、卵とエビと、あとは鉄火巻きと、あとエビもう一個と、あと鉄火巻きもう一個、あ、それからあと太巻き、おにぎりも二つ欲しいで。だよ、お腹が減って力が出ないでござるやんす。キャラが整ってない。じゃあこのパスタ握ろう。あ、わかった。サビは、マグロはサビありで、エビ天がサビ抜き、サビって何？それか卵がサビ抜き。サビっていうのはわさびのことだよ。あ、わさびか、わかんないがいい。お腹が減って倒れそうでやんつ、倒れそうでやんつ。どっこい、どっこい。脱線、怒ってる。脱線した、乗った。ちょっとここ引っ張ってくれだよ。あ、そうそう、あれおかしいな。あ、ありがとうでござるやんつ。準備できましたよ。はい、できたやんつ。これが、おさくさん、体、あれ体どうなってます？これちょっと肉をこう、体をこうしぼめてるでやんつ。あ、しぼめてる。あ、これいく。ああ、前が見えないでよ。ああ、戻ってきちゃうよ。ありがとうございます。ジャパニーズお寿司いただくでやんす。はい。あ、いただくでやんす。あ、やりたい。ああ、あっという間に食べちゃった。食べちゃう。あの、早く逃げられた。欲しいでやんす。おにぎりは手でいただくでやんす。あ、やめやめやめ、やばい、間に合わない。これもいただくでよ。早いよ、早い。まだまだお腹いっぱいで倒れそうでやんす。お腹いっぱい。お腹が空いて、お腹が空いて倒れそうでやんす。早い、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 エビさん、まだ新幹線が来ないでやんす。あー、やんす。もうお腹減ったでやんす。あ、どすこい、どすこい。ちょっと待って。今来た、来たよ。あー、美味しそうでやんす。お腹いっぱいでやんす。あー、よかった。ごちそうさまでした。
ちそうさまでやんす。疲れたんだよ。全部なくなっちゃった。うん。さあ準備しなきゃね。また来るでやんす。将来ね、あのね、お寿司屋さんになりたいからね、弟子にしてください。でもね、どうしよう、私たちもお寿司屋さん始めたばっかりだし。でも、お寿司握れるでしょ、君たち。うん、俺もね、いっぱい、ね、あの近くにね、お寿司屋さんあってね、いつもそばから見てるからね、なんとなくわかるよ。じゃあ一緒にやってみる。元気だね。ねえ、じゃあまずはマグロ握ってみようか。いいよ。こうやってシャリを手に取って、うん、こうやって握るの。ああ上手。そしたらマグロができるよ。そうなんだ。こうやってね、こうやって。ああ。こうやって。ああそんなに強くやったらダメだよ。そうなの？こうやって。うん。でこれかな。マグロだからこっちかな。こっちか。うん。うん。ああ。これできてんじゃない？うまく。あわかった。はーいちゃん。はーいおばあちゃん。すごい元気だ。はーいおばあちゃん。大きすぎるかも。びっくりしちゃうよ。じゃあもう一回見てよ。じゃあもうちょっと声下げてあげるからさ。はーいおばあちゃん。はーいおばあちゃん。大きな声出しすぎてお腹減っちゃったよ。お寿司食べたいな。でもお寿司屋さんになりたくて来たんでしょ。うん、お寿司屋さんになりたいぐらいお寿司大好きだけど、食べて幸せを感じたいから食べたいよ。じゃあまずは自分が握ったお寿司食べてみたら。ありがとう。もう今品川駅、ここがね、静岡、浜松で、ここがね、大阪。食べていい？僕のも美味しいけど、君のお寿司も美味しいね。ありがとう。もう一個君のお寿司も食べたい。あのが美味しいお寿司握ってあげるね。うん。じゃあ卵、よいしょ。はい、お待ち。ありがとう。広島駅に着いた僕がいただくよ。はい、広島着いたからいただくね。甘くて美味しいね。あ、よかった。お寿司食べれたらお腹も心も満足になったから帰るね。お寿司屋さんはね、大人になってから目指すようにする。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱお寿司屋さんって簡単にはなれないんだね。そうだね。やっぱたくさんの修行を積まないといけないんだよ。よし、準備できたね。次はどんなお客さんが来るかな。こんにちは。いらっしゃいませ。2人でいいですか。はい、どうぞ。大好きだもんね、お寿司。わーい、ハズよりちっちゃいね。ねえ、何食べたい。これだろう。あ、卵だ。ちょっと自分じゃ言えなくて、恥ずかしがり屋さんなんです。あるある、反応もそんな時期を超えてきました。あ、お泊まりだったんだね。お姉さんだね。
い。わかるね。次からは気をつけててください。はい、詳しい。ごめんなさい。ああ、どうしよう。あー、でもしょうがないよ。ときめれちゃんだって美味しいと思って作ったんだから。よかったんだよ。でもやっぱりお子さんが食べるお寿司にはわさびを入れないように気をつけようと思った。そうだね。鼻も気をつける。みんな。ママよ、たくママよ、ときみとはながまたお店やってるみたいなんだけど、何のお店やってるか教えてくれないかしら。あ、そうなの、お寿司屋さんやってんの。ママもお寿司大好きだし、二人の様子見に行きたいんだけど、このまま行くとやっぱりママだってバレちゃってさ、ママってわかるとやっぱ二人も大変じゃない。だから今回はじゃじゃーん、これよ、秘密兵器。こうやってやるとね、ほら、もうママお寿司でしょ。お寿司見えてない、これ。合ってるわね、カメラマンさんね。いわよね。もうこうするでしょ。これでもうこうやってくるくるって回ったらもうこれ回転寿司なのよ。だから回転寿司のふりしてお店に突撃しようと思うわ。回転寿司よ。あー、もう今日一日も終わりそうだね。あれ、なんかすごい大きいお寿司回ってるね。1貫125円。してたんだけど、やっぱバレちゃうわよね。でもママ、お寿司が…お寿司がせっかく握ったのに、あのまいけない、こんなになっちゃったの。ごめんなさい、姉ちゃん。大丈夫大丈夫、二人とも。ママなんか、お片付けの達人なんだから。もういい、一回リセットできるから。またみんな握りましょうよ。ね、でもママも私たちが心配になって様子を見に来てくれたんだよね。そうね、もう他にやり方あったかもしれないんだけどね。じゃあ早速ちょっとこう立て直してもっといいお寿司屋さんにしましょう。はい、ね、できたー。ほら、うまくできたんじゃないのこれ。じゃあ最後食べましょうこれね。ほら、好きなの取りなさい。私はやっぱりトロかな。これなんかいいトロじゃないの、ね、ママはもう決まってるのよ。何するんだろう。やっぱお寿司の一番最初って言ったら、卵よ。卵でまず自分の舌鳴らすんだからせーの、いただきます。おいしいね。おいしい。残りは私たちでも食べるけど、ちょっとだけ薬蔵とときお姉ちゃんとパパに取っておきましょう。それではお寿司屋さんごっこ面白かったら、自分もお寿司握ってみたいなと思った人はぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。ポケル相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ヒバニーだったのでメッソンを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。